こんにちは、大洲市議会議員の中野博です。今日は10月4日火曜日です。昨日10月3日大洲市議会では決算特別委員会が開かれております。こちらの決算特別委員会では、大洲市教育委員会所管分とそれから市民福祉部所管部の審査が行われております。その審査の主な内容をご紹介したいと思います。ではこちらの画面どうぞ。それではこちらの画面ご覧ください。決算特別委員会、まず文教部門からです。Wi-Fi 環境のない家庭向け貸し出し用モバイルルーターについて、小学校で289台、中学校で147台整備されているとの答弁がありました。またハート何でも相談員とスクールソーシャルワーカーの違いについて、質問が出ております。そして文化研修センターでのパソコン教室について、また小中学校での児童推薦導入消毒器具の整備について、そして、外国語指導助手について、こういった質疑が行われております。次が厚生部門です。住民税非課税世帯等への臨時特別給付について、また幼稚園認定こども園での給食費について、一人親家庭医療費助成事業について、福祉電話対応事業について、これは対応累計が今1件となっておるそうです。また独居高齢者等緊急通報装置対応事業につきましては、令和3年度で19件、累計で128件との報告が出ております。この事業は固定電話を契約していることが前提であるとの報告がございました。また心配事相談所設置事業について、そして特定健診について、これは受診率が 23% と県内下位を低迷しておる、このような答弁がありました。決算特別委員会の審査ダイジェストですか。私が感じたのは2点ありました。1つは、外国語指導助手についてです。現在これらの費用は市単独事業となっております。円安が進む中、円ベースでは給与は変わっていないんですが、ドルで見ますとかなり減っております。つまり今後は優秀な人材を確保していくのがなかなか難しい、そういう状況も予想されます。そうした中、今の大洲市内では外国出身でいわゆる外国語のネイティブスピーカーの方も随分おられます。こういった方々の協力を得て外国語学習を進めることができないか、こういったことを感じました。そしてもう2つが、この緊急時の通報体制の仕組みであります。現在市の方ではこの独居高齢者等緊急通報装置対応事業を行っておりますが、質疑の中でも出ましたように、これは固定電話を設置しておることが前提となっております。今ですね、固定電話についても私も今つけておりますが、営業電話であったり何かの勧誘であったり、そういった電話が非常に多くなっております。ですから今一般の方でももう携帯電話だけという方も随分増えております。そういう中で、こういった緊急通報システムが固定電話のみというシステムはちょっと古いのではないか。これだけスマートフォンが普及しておるわけですから、こういったことをこう開発しておる企業と組んで見守り機能を強化していくことができないか、そういったことも質問に聞いておりまして感じております。またこういったことも議会の場でも改めて提言をしていきたいと思います。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。